こんにちは、ジャスト株式会社代表、関正です。うちもね、保険、自動車保険の関係やってて、まあ、いろいろ事故の処理とかやってる中で、ちょっとスタッフの方から、近くの方からちょっと質問があったので、ちょっと状況を言ってみて。はい、まあ、ニュースで見たんですけども、ある人は、本道を走っていて、ある人は、駐車場、側道から本道に出てこようとしたところを、ぶつかってしまっまて、あ、どっちかわかんないけど、はい、こっちの人が、亡くなってしまった。ああ、亡くなっちゃった。はい。で、よく、まあ、側道から飛び出してきた車と、本道を走っていた車の事故の場合は、側道から出てきた人の過失割合が8割で、まあ、本道を走っていた人の過失割合が2割というのが多いと思うんですけども、まあ、ここにセンターラインがあった場合は1級になるけど、まあ、なかったとしよはい。で、なんかその、過失がまあ2割う。ではないかと思う本道を走っていた段、まあ、方にが、結局人を殺してしまっているので、業務上過失致死みたいので送検されるのではないかというニュースを見て、いや、まあ、2割しか悪くないからっていう言い方は変ですけど、どちらかと言ったら悪いのは側道から出てきた人という認識になると思うんですけど、そういう判決と言ったらいけないんですけど、そういうになってしまうのかなとああ、なるほ思どいね。まして。それで、まあ、一つはね、ちょっと質問とずれるかもしれないんだけど、刑事上の責任と民事上の責任を分けなければいけない。民事上の責任は、まあ、これ、怪我とか死亡に関しては、無過失責任、日本の法律では無過失責任、こっち側に、まあ、過失が、まあ、少なくともこっち、まあ、おそらくね、全敗するんじゃないかな、こっちは。自賠責プラス任意保険の対人賠償で、これは OK だよね。で、なので、賠償されますね、こっちね。で、それ OK なんだけどっていう話だよね。で、一応、今ね、今度刑法の話、刑事上の責任だよね。まあ、一応、まあ、人をし、まあ、2割あるからね、それでも民事的にも課そうす。ですね。なので、刑法の業務上過失致死っていう、条文に引っかかるので、警察としては見逃せないよね。業務上過失致死、運転してました、人死にました、過失、民事上でも2割ある。見逃せないので、一応、この条文に引っかかるっていうことを構成要件に該当するっていうんで、で、一応、その書類は送るんだよね、検察庁の。で、次に起訴するかしないかの判断が検察庁の。要は裁判するかどうか、刑事裁判だよ、刑事裁判するかどうかを判断しなきゃいけない。で、その起訴の、まあ、一応、構成要件該当しているので、起訴するかどうかは、2つのこうフィルターがかけられる。要は、悪かどうかってことだよね。さあ、あと、責任が問えるかどうかだよね。と、責任というのは、この未成年であると問われ、刑法上問われない。で、あと、この人頭おかしくなってますよと、そういう人も問われないとか、そういうこの2つのフィルターにかけて、ならこれで起訴しましょうっていうことに裁判になるんだけど、どうもこのケースだとそう責です任はね。問えるよね、多分ね。責任は取れると思います。で、まあ、運転免許取得してるから、おそらく無制限18歳でも問えるよ、多分免許取得してるところ。で、頭どもおかしいかなって、まあ、多分診断したりして、多分おかしくない。で、責任は問えるんだけど、悪がどうか。ちょっと気は、あれだよね。他に僕も情報がないので、多分スピード超過とかしてたら悪意あるよって取られても仕方ないと思うんですけここど。120キロ出してました。60キロの時120キロ。どうもこれは社会的に見て、走る狂気だと。で、ならば悪だよね。出ると思います。で、起訴されるだろうけど、もし普通に60キロのところ60キロで走ってましたよならば、難無罪だよね。しいですね。もしこんなのおじいちゃんだよね、多分ね。そうで、でこす。れで、ちょんと引っかかって、その反動でこう崖落っちゃったとか、かもしれないよ。こんなんだとおそらく起訴されないだろうね。
で、まあ、あのだその構成要件該当するで終わる、はい、で仮に裁判になりました、この人をこの刑事的に罰しようかどうかって話になると、まあそんなに悪くないってなるとおそらく執行猶予がついたり、はい、もしかしたら無罪になる可能性もあるよ。あ、無罪になる可能性がもあるんですね、うん、でこっちの方がね明らかに、はい、うん、普通に運転してて普通に、うんうん、という話、はい、で執行猶予がついて、まあ、何年か経って何もなければもう何もお咎めないっていう可能性になるかもしれない、はい、うん、ただ言えることはね、ただ遺族の被害者意識が強いから、はい、うん、ただねこの事故の大きさとまたこの過失の割合とかまた別の話なの、はい、うん、ということを、まあ、ちょっと念頭に置いてくださいですね、はい、うん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。